悪いな。これが俺のやり方なんだ。あ、ちょっと待ちたまえ。どうしたんですか？いや、そのちょっと困ったことがあってね。困ったこと？僕はそこのカードショップの店員なんだけどさ、最近マナーの悪いカードゲーマーがいてね、今逃げていったのもそのうちの一人なんだよ。他のお客さんに迷惑ばかりかけているんだ。なんで出禁にしないんだ？出禁にしたいところだけど、彼もお客さんには変わりないんだよね。そっか、そうですよね。カードゲームなんてガキの遊びなのによ。マナーが悪いとか、かっこ悪いやつだな。そういうお前だって、カードの一つや二つ集めてたろ？集めてねえ。はいはい。だけど、そんなかっこ悪いやつ見過ごすことはできねえな。お、急にどうした？別になんでもねえよ。だけど、そいつのせいで秋葉原のカードショップが困ってんだろ。変な妄想でもされたら面倒だからな。あ、そういうことか。おい、お前。僕のことですか？俺がそいつを注意してきてやるよ。本当かい？それは助かるよ。それじゃ、行こうぜ、橘。行くってどこにだよ？中央通りのカードコレクションあたりだろ。お前詳しいな。ああ。どれか欲しいっち？二つ名を名乗るっち。コレカショップ。困ったな。やつの被害に遭ったのか？やつ？ああ、やつだよ。いるんだろ、ゲームマナーの悪いやつが。そうそう、そうなんだよ。ついさっきも小学生を相手に大人げないプレイをしてたんだ。子供たちも泣いちゃうし、困ったもんだよ。純粋な小学生を泣かすなんて、ますます救いようのねえやつだな。ヤマト、何盛り上がってんだ？妄想を食い止めるためだよ。それじゃ、次にそいつが行きそうな場所は？裏通りのカード寺だな。やっぱりお前詳しいな。ああ。どれか欲しいっち？二つ名を名乗るっち。休憩ポイントっち。おいらは疲れたっち。妄想級に入るっち。どいつもこいつも雑魚ばかりだな。カードゲーマー名乗るなんてバカじゃねえの。ヤマト、あいつだ。で、あれ、ヤマト？まともなレアカードくらい持っとけって。デッキ構成もダセーし、マジでセンスねえよ。おい、お前。あ？なんだこのガキ。俺はガキじゃねえ。中学生はガキだっつの。だから俺は高校生だ。マジで中学生にしか見えなかった。ごめん。で、中学生が何の用だ？だから俺は高校生だ。ヤマト、落ち着けって。大丈夫、お前は中学生に見えるから。おい、立花。ああごめん、ついじゃなくて、そこのお前、いろいろな店を荒らしてるんだってな。俺はただカードバトルを楽しんでるだけだ。そうじゃねえだろ。カードゲームってのは一人で楽しむもんじゃねえ。対戦相手がいて初めて成立するんだよ。だからこそ二人で楽しむもんじゃねえのか。たとえ相手が小学生だったとしてもな。はあ？なんで俺がそんなこと言われなきゃなんねえんだよ。俺の相手になりもしない弱い連中が全部悪いんだよ。だったら俺と勝負だ。ヤマト？おい、本気で言ってるのか？中学生風情がこの俺に勝負を挑むなんてな。無駄口叩く暇があるならさっさと準備しろ。いいぜ、相手になってやるよ。覚悟を決めろよ、バトル。
スタンバイ。レディーファイト。まずは俺のターンだ。ダンテを召喚。アサルトシフトでターンエンド。甘いな。俺の手札にはすでに4枚揃っている。何の話だ。いいからさっさと進めようぜ。俺はマシンアームをディフェンスシフトでエンドだ。なんだよそのクソ雑魚カード。場のダンテを生贄に深淵の君を召喚だ。知ってるか、この深淵の君を。初版の印刷ミスによる10万円のレアカードだ。だからどうした。深淵の君のイグニッションスキルを発動。これでお前のライフは残り30だ。30もあれば十分だろ。強がってられるのも今のうちだろうな。これで俺はターンエンド。さっさとカードを引けよ。もう引いたぜ。そして俺は引き当てたみたいだな。何を引いたか知らねえな。この状況を覆すなんてありえないね。俺はこのカードを召喚する。まさかそれは召喚東霊王の右手。嘘だろ。そして東霊王の右手のイグニッションスキル発動。俺はもう一体このターンで召喚する。召喚西霊王の左手。そしてさらにイグニッションスキル発動。召喚南霊王の右足。さらにイグニッションスキルを発動。そんなまさか、さっき言ってた4枚って。召喚北霊王の左足。イグニッションスキル発動。そして最後にこいつを召喚する。そう、霊王の心を。バカな。これで俺の場には5枚のカードが揃った。そして勝利条件すらも揃った。リンクコンボを発動。禁じられたクロウディアを召喚だ。信じられない。知ってるだろ、クロウディアのイグニッションスキルを。ああ知っている。クソ、やめてくれ。やめねえよ。クロウディアのイグニッションスキルを発動。行くぜ、完全なるデイブレイク。その効果は完全なる勝利だ。バカな、この俺が負けただと。なあ、お前さっき言ったろ、弱いやつが悪いって。クソがー。俺の勝ちだ。やっぱり詳しいじゃん。ちげえよ。はいはい、それじゃ電気街口のカードクイーンダムに戻ろうぜ。どれか欲しいっち。二つ名を名乗るっち。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。君たち、ちょうどよかったよ。どうしたんですか？ほら、マナーの悪い彼なんだけどさ、さっきお店に来て謝罪をしてたんだ。謝罪を？なんでも、僕はもっと強くならなきゃいけない。次は絶対に勝つ。だから、練習相手をしてほしいって。ああ、そういうことか。いや、不思議なこともあるもんだな。それはですね、それならよかったじゃねえか。さっさと行こうぜ、橘。いいのか、ヤマト。だってお前が勝ったから、あいつは。誰の話だよ。奴は罪を認め、謝罪した。たったそれだけの話じゃねえか。
そういえばどうしたんだ、ロマンだらけなんか見つめてさ。見つめてねえよ、ただちょっと用事を思い出しただけだ。何の用事だ。くそ、何が欲しかったんだい、ヤマト君。だからそういうんじゃねえよ。ほん、そうだったらコスマップでも行くか。なんでだよ。なんか探してんだろ。別に探してねえって。まあそんなに行きたいなら付き合ってやるよ。じゃあ付き合ってもらおうか。中央通りのホスマップだ。着いたぞ、ヤマト。来たかったのは立花の方だろ。じゃあお前はここで待ってるか。付き合ってやるよ。で、見つかったのか。だから何の話だよ。だってお前アニメのブルーレイコーナーで立ち止まってたろ。ここ気のせいだ。おー、気のせいね。まあそれでも別にいいけどさ。そういう立花こそ何を買ったんだよ。光学機動隊のブルーレイボックスだけど。なっ、お、知ってるのか。ああ、知ってるよ。光学部の学生たちがロボットを動かす話だろ。そうそう、それそれ。俺さ、3話で初めて起動するシーンが好きなんだ。みんなそれ言うよな。本質を分かってない奴らばかりだ。いいか立花、あの作品の醍醐味はな、11話の B パートからだ。宇宙怪獣襲来の絶体絶命のピンチ、普通ならあそこで合体して倒すのがセオリーだろ。だから光学の場合は違う。あそこで宇宙怪獣は地球を滅ぼしたんだ。どうあがいても絶望の状況の中、エンディングにもつれ込み、そして次回予告、そこでついに登場する次世代のブレイバー。まさかそれが6000年後の話だったとはな。一体視聴者の何人が考えた。 B パートで地球が滅び、最終回が6000年後の話だって。俺は正直度肝を抜かれたね。お前詳しいな。 違う、兄貴が見てたんだ。それでたまたま俺も見ただけだからな。はいはい、じゃあもう一軒のホスマップでも見るか。ついてってやるよ。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。じゃあさっさと見つけようぜ。だから俺は。いいのか、ここ引き出せめる監督のコーナーあるけど。な、もしかしたらレアモンとかあるかもね。気が変わった、店の中まで付き合ってやるよ。お、ずいぶん嬉しそうだな。見つかったのか、探してたものは。だからそういうんじゃねえよ。じゃあそのぶら下げてる袋はなんだ、何を買ったんだ。オイラに見せろっち。おいビン、これは何っち。あれ、これって。おいビン、早く返せって。ヤマト、こういうのが好きっち。ビン君、ちょっと見せてくれ。おい立花。あ、ヤマト、お前こういう趣味もあるのか。だってこれ魔法少女ピュアスターズの最新劇場版じゃん。おい、だから返せって。ああ、ごめんごめん。つかお前が探してたのってこれだったんだ。兄貴が探してたんだよ。ヤマトが逃げたっち。兄貴って、
あのアニメ、女児向けじゃないのか。どうするかな。どうした、ヤマト、そんなに真剣な顔して。晩飯のこと考えてたんだよ。ほら、だってそこにスーパーあるだろ。お前、もしかして料理できるのか。当たり前だろ、お前と一緒に住んだ。へえ、なんか意外だな。つか、お前実家暮らしだろ。なのに、自分で晩ご飯用意してんのか。別に、どうだっていいじゃん、ヤマト。よし、それじゃあ俺が今日の晩ご飯を一緒に考えてやるよ。はあ？俺さ、ヤマトのこと見直したよ。ただの中二病の男子だと思ってたけど違ったんだな。うん、偉いよヤマト君。お兄さんは今ヤマト君を応援したい。なんだよ、気持ち悪いな。じゃあ早速献立考えようぜ。お前料理できんのか。できない。ああ、だけど秋葉の食い物なら詳しいぞ。だからいろいろな店を教えてやるよ。そこで晩ご飯のヒントを探そう。お前バカだろ。やっぱり晩ご飯は肉だよな。よし、電気街口の平成食堂だ。まずはここだ。平成食堂は安くてうまいんだぞ。で、どんな料理がおすすめなんだ。やっぱり豚のスタミナ焼きだな。ニンニクがやばい。確かにニンニクはやばいな。あいつらも大好物だ。あいつら？親のことだよ。おいヤマト、両親をあいつ呼ばわりはないだろう。それより立花、肉以外はなんかないのか。肉以外って。肉は食い飽きた。それにもっとバランスいいのを食べさせたいんだ。まあ難しいな、秋葉に栄養は似合わないし。まあそりゃそうか。だけど肉以外だったらあれだ、野菜だな。うん、野菜がいい。知ってるの？ああ、もちろん。ジャンク通りにとっておきの店がある。これは一体どういうことだ。野菜ラーメンだ。名前だけじゃねえか。ラーメンなんか塩分の塊だ。それに家で店の味を再現は難しいだろう。そこはカップラーメンをアレンジだ。留守番してくれてんのにカップラーメンはねえだろう。留守番って誰が。兄貴だ。兄貴なのに留守番。そういう家だってあるんだよ。ほら、さっさと違うところを案内しろって。はあ、まあいいけど。それじゃあ次は駅前広場だな。着いたぞ。なんで寿司屋なんだ。魚は健康的だ。だからここで俺は何を参考にするんだよ。おお、さばき方。そんな簡単に身につかねえよ。じゃあ酢飯の作り方。はあ、分かった。わさびの乗せ方。わさびなんて食えるわけねえだろ。そんな子供じゃあるまいし。子供だっつの。あ、ああ。誰の電話だ。ちょっと待って。まあ、おい、ヤマト。あ、いた。うん。うん。
それもそうだよな。こいつ誰と電話してるんだ。ああ、だからもう少しだ。兄ちゃんが帰るまで留守番してられるか。ああ、えらいえらい。それじゃあいい子にしてるんだぞ。誰とお話ししてたのかな、大和お兄ちゃん。立花、お前もしかして。バッチリ聞いてた。で、どういうことだ。なんで隠してるんだ。何も隠してねえよ。だってさ、だってこれ魔法少女ピュアスターズの最新劇場版じゃん。おい、だから返せって。ほら、それにさ、あの時も留守番してくれてんのにカップラーメンはねえだろう。お前いるんだろ。わさびなんて食えるわけねえだろ。そんな子供じゃあるまいし。そう、おさらい隠し子が。はあ？じゃなくておさらい妹が。それも二人くらい。なんでわかるんだよ。だってあいつらって言ってたろ。別にもういいよ。妹が二人じゃなくて妹と弟だ。そうなんだ。じゃあ家には小さいヤマトがいるんだな。何歳なんだその二人は。弟が小3、妹が小1だ。だからあの時。純粋な小学生を泣かすなんてますます救いようのねえやつだな。それじゃあ4兄弟なんだな。違う、3兄弟だ。え、だって兄貴が。ああ、お前兄貴いないのか。ああ、いねえよ。だったらなんで嘘ついたんだ。なの、なんとなくだよ。なんとなくね。なんだよ。ヤマト、そんな意地張るなって。別にアニメが好きでも俺は気にしないから。アニメが好きだけど恥ずかしくて話せない。だから兄貴がいることにしたんだろ。で、自分が世話焼きな兄貴でいるのも恥ずかしい。だから弟と妹の存在を隠してた。なんで世話焼きだってわかんだよ。だって世界は繰り返して、みんな気づかずに毎日同じものを食べ続けてたんだ。なのにヤマトは弟たちのために料理を作ってた。それも栄養まで考えてさ、毎日違うもの作ってやってたんだろ。勝手に妄想してろ。お前やっぱり大したお兄ちゃんだよ。恥ずかしがることなんかない、胸張れって。だけどあいつ兄貴いないのに昔のアニメに詳しくないか。どうしたんだ。何泣いてんだよ。もうやめて。ヤマト、何かしたのか。知らねえよ。君はさっきの人たちとは違うの。さっきの人たち。ごめん、君は無関係だったみたいだね。一体何があったんだ。それはカツアゲ。財布元全部持っていかれちゃって、フィギュア買おうと思ってたのに。ふん、オタク狩りだな。やっぱり未だにあるんだな。それもひどいんだよ。オタクは犯罪を起こすから、お金を奪われても仕方ないんだって。なんだよそれ。オタクなんかよりもそいつらの方がよっぽど危ないじゃねえか。ヤマト、おいお前。そいつどこへ行った。そこの路地裏で絡まれたけど、どこへ行ったかまでは。そっか、分かった。それじゃさっさと行くぞ立花。どうするつもりだ。そいつを探す。分かった、付き合ってやるよ。
が現実で男同士の壁ドンが見られるなんて、もしかしてこれは夢？おいお前、うヤマト、もっと優しく話しかけろ。なあ、見てなかったか、さっきこの辺りでカツアゲがあったんだ。え、カツアゲ？ああ、そこの路地だ。そこの路地って、え、あそこはさっき壁ドンしてた場所じゃ。くそ、知らねえか。いや、きっとそいつな、壁際に押さえつけて脅してたんだろ。そういうことか。なあ、その壁ドン野郎どこへ行ったか知らないか？知ってます。だって夢中で背中追いかけちゃったから。どこへ行ったんだ？裏通りの方じゃないかな。うん、きっと間違いないわ。わかった、ありがとな。もしかして路地裏の壁ドンから三角関係に発展？ヤマト、どんまい。持ってんだろ。悪いこと言わねえよ。ほら、さっさと出せってば。ヤマト、あれって、あ、おい、ヤマト、さっさと出せって言ってんだよ。お金なんて持ってないです。はあ、嘘ついてんじゃねえぞ。おい、何してんだ。造園？ちげえよ。なあ、クソガキが、一体何の用だ。おい、今のうちに逃げろ。はい。なあ、おい、逃げんな。クソが、お前のせいで逃げられちまったじゃないか。オタク狩りをしてるやつってのはお前か？そうだけど、なんで知ってんだ。俺ってもしかして有名人？いや、照れるね。うるせえ。ああ、俺になんか文句でもあんのか。オタクを買って何が悪い。オタク狩りっていうのはな、悪の芽を摘み取る正義の行為なんだよ。お前もニュースくらい見てるだろ。こないだの事件だって犯人はオタクだった。犯人の部屋にはアニメの DVD がたくさん転がってたんだとよ。それがどうした？だから俺がさばいてやってんだよ、犯罪者予備軍の連中をな。お前言ってみろよ。ああ、何をだよ。何か夢中になれるような、そんな好きなことなんかあんのかよ。ヤマト、なもんないね。ましてやアニメに夢中だなんて気持ち悪い。ふざけんなよ。ヤマト、落ち着け、人が見てる。だったら引けっていうのか。教えてくれたのはお前だろ、立花。む、なんだよ、仲間割れか。揃いも揃ってくだらねえ連中だな。俺のことなら好きに言えよ。その代わり、奪った財布は返してもらう。興ざめだね。いいよ、返してやるよ。オタクの財布なんて気持ち悪いだけだからな。ヤマト、じゃあさっさと返してやろうぜ。さっきのやつまだジャンク通りにいるだろう。セーブポイントっち、忘れずにしとけっち。おい、お前。え、これお前のだろ。これは僕の財布。こいつがな、取り返してきてくれたんだ。え、この人が？あのどうもありがとうございます。あ、伝えておくよ。感謝してたぞ、ヤマト。別に喜ばれたくてしてねえよ。俺がそうしたかった。俺は俺のためにしたんだ。
自分のために？なあ立花、なんでなんだろうな。オタクが悪にされるのは、あいつらはみんなただ好きなだけなんだよ。なのになんでだよ。ヤマト、誰かの好きなことを否定する権利なんか誰にもねえんだろ。ついにこの日がやってきた。邪神の復活祭まであと数刻。この秋葉原の地で黒木晩餐が行われる。邪神の復活祭だと。ヤマト、どうしたんだ。立花、俺たちが戦うべき相手は他にもいたんだ。は？黒木晩餐まで数刻。あの女、確かにそう言ってやがった。アニメの話かなんかだろ。甘いな立花。秋葉原には妄想管理局なんて組織もあるんだ。邪神を崇拝する秘密結社があっても何らおかしな話じゃないだろう。確かに。なのか。ふん、面白くなってきたじゃねえか。俺たちで黒木晩餐を阻止しようぜ。立花、怪しい場所を探すぞ。あ、おいヤマト。邪神の復活に黒木晩餐、もしかしてそれって。リピョン、何か知ってるのか。あ、いえ、ヤマトさんが楽しそうなので。怪しいとこってこことか。ふん、ここか。よし、俺が先に様子を見てくる。立花は俺が合図を送ったら来い。いいな。朝日さん、ここって。いいからいいから。おい立花。おお、どうした。黒木晩餐は見つかったか。ふざけんなよお前。危うく高い絵を売られそうになったじゃねえか。それは大変でしたね。なあ、怪しい店だっただろ。俺が言ったのはこういう怪しさじゃねえんだよ。もういい、今度は俺が探すから。ヤマトさん、怒っちゃいましたよ。大丈夫だって。じゃ、次の怪しい場所を探そうぜ。邪神よ、黒木晩餐よ、その時はもう近い。おいお前、なんだね君は。お前、邪神崇拝の秘密結社の一員か。よくぞ見抜いたな。いかにもその通りだ。だったら話は早い。お前らの秘密結社はどこだ。集会はどこで行われている。そんな正直に聞いて教えてくれるもんなのか。我が正体に気づいた君らの慧眼に敬意を表し教えてやるとしよう。教えてくれるのかよ。で、どこなんだ。隠す必要などない。なぜなら我らは邪神に選ばれたのだからな。だからどこなんだよ。駅前広場のみそな銀行の隣だ。そんな分かりやすい場所を選ぶなんて秘密結社の風上にも置けねえな。では行くとしようか。そろそろ邪神が降臨なさる時間だ。立花、突き止めたぞ。おお、よかったな。それじゃ本拠地に殴り込みだ。黒木晩餐を。
俺たちで阻止しようぜ。本当に人が集まってる。ふん、だから言っただろ。ああ、時が満ちる。黒木晩餐が始まるのね。そろそろ始まるみたいだな。確かに始まりはしますが。どうしたんだ、うさこ。それは。いいよ、りっぴょん。ここまで来たんだ。好きにやらせてやろう。なんだ？おお、邪神が登場なさった！来たな。ああ、かわいい我がしもべたちよ。え、メイド？ああ、邪神様！どういうことだ？黒き晩餐を始めようではないか。一体何が始まるんだ。ま、見ての通りだ。は？で、どうだった？邪神様の歌声は。低音の出し方とか参考になりました。おい、どういうことだよ。だから邪神様の黒き晩餐だよ。たまにはこういうのもいいだろ。デスメタルかっこいいです。お前ら知ってたのか。ヤマトさんが楽しそうだったのでつい。お前こそ気づかなかったのか。ふん。わあ、ヤマトさん。拗ねてやんの。じゃ、俺たちも行くとするか。邪神に興味を示すと、やはり永久の約束が果たされようとしている。ああ、なんだお前。は？は、じゃねえよ。お前、今ガン飛ばしてたろ。飛ばしてねえよ。変な因縁つけてくるんじゃねえ。行こうぜ、橘。あ、おい、ヤマト。お前ら、覚えとけよ。たく、なんなんだよ。お前目つき悪いからな。ほっとけよ。いました、兄貴。ガン飛ばしてきたのこいつらです。あいつ、さっきのやつじゃないか。なんか仲間連れてきたみたいだけど。ふん。おい、立花、人気のない場所に案内してくれ。どうするつもりだ。蹴りつけてやる。まったく、面倒ごとに巻き込まれるなんてね。お前なんか楽しそうじゃないか。気のせいだ。ほら、さっさと案内しろって。あんまり人前で暴れんなよ。ジャンク通りにでも移動するか。兄貴、逃げていきます。ここならどうだ。ダメだ、ここじゃ一般人を巻き込んじまう。一般人ってノリノリだなお前。罪のない人間を巻き込むなんて、そんなこと俺にはできないね。こりゃ聞こえてないな。じゃあ移動するか。あいつらついてきてるみたいだしな。とりあえず裏通りでいいか。
ヤマト、ここならどうだ。ダメだな。ここでもまだ被害は出るだろう。お前本当に楽しそうだな。いいか、これは漫画じゃないんだぞ。一応言っておくけど、俺たち絡まれてるんだからな。ふん、分かってるよ。元はといえば、お前の目つきの悪さがいけないんだからな。いいから次の場所へ連れて行け。はいはい。じゃあ、UBX の端にでも行くか。セーブするっち？上書きに気をつけろっち。こことかどうだ。人も少ないし、十分な広さもある。ああ、ここなら問題なさそう。そして交番も近いしな。なんか言ったか。ああ、なんにも。やっと追い詰めたぜ。お前らか。俺の可愛い射程にガン飛ばしたのは。いや、お前らじゃなくて、飛ばしたのこいつ一人だから。立花だって事実だし。まあいい。おいお前ら、俺に例え後悔させてやる。なんだよその目は。お前もしかして筋もんか。なんだよそれ。こういうこともあろうかと仲間を呼んでおいたんだよ。おい、お待たせ。でこいつが例のガキか。まとめてかかってこいよ。おいヤマト、遊びはここまでだ。逃げるぞ。何言ってんだよ。逃がさないわよ。ふわ、また増えやがった。ち、数では劣勢だな。さすがにこの人数はまずいんじゃ。やってみなきゃわかんねえだろ。お前ら殺されたいのか。その手に持ってるのは、あの、何でしょうか。見たらわかるだろう。バタフライナイフだ。いや、意味わかんねえって。ヤマト、いいから逃げるぞ。そう簡単に逃がすと思うか。くそ。ここは我が引き受けよう。お前は見ていたぞ、世界を綴る師匠。もしかして、助けてくれんのか。早く。わかった、逃げるぞヤマト。だから俺は。いいから早く。とりあえず駅だ。人混みに逃げ込もう。では手合わせ願おう。ん？いいぜ、相手になってやるよ。ボールか。ここまで逃げれば大丈夫だろう。だけどごめんな、俺もちょっと油断しすぎた。ふん、ナイフなんかにビビったりしねえよ。つか、あいつ大丈夫なのか。ナイフ相手はいくらなんでもと思ったけど、大丈夫か。よくわからない武器持ってるし、それにあいつあの前髪でマガンでも隠してたりしてな。あんなに伸ばしてたら目が悪くなるだけだろう。あ、そういうことか。何がだ。いや、目の話だよ。ヤマト、あの看板の文字読めるか。いや。やっぱりお前目が悪いんだろう。でその目つきになったと。ふん、深夜アニメの見過ぎか。仕方ねえだろ、弟たちが寝てんだ。電気つけるわけにはいかねえよ。アニメの方は否定しないんだな。今更だろ。ま、そりゃそうか。だけどやっぱり優しい兄貴なんだな。ほっとけって。今だって家で留守番してるんだろ。ああそうだ。両親はいないの。いや、いるよ。
だけど仕事が忙しいみたいでさ、帰ってくるのは深夜を過ぎてから。だから弟たちの世話は俺の役目だったんだ。アニメだって一度は卒業したはずなんだけどな。卒業したはず？昼間は学校、たまに部活、帰ってきたら晩飯作って弟と妹の相手をする。気がつけばいつも深夜だった。そんな時だよ、もう一度アニメにハマったのは。何気なしにつけたテレビで少年少女たちが世界を救ってたんだ。ま、粗末な作品だったけどさ、俺にしたら久しぶりの再会だったよ。再会？そう、あの日の俺に。アニメや漫画に夢中だった頃の俺にだよ。そっからだよ、過去の名作とかレンタルしては見漁ったりしてさ。だけど今更友達に言えねえだろ、アニメが好きだなんてさ。そうなのか？ああ、学校で言ったら笑いもんだ。だってオタクは犯罪予備軍だからな。そっか、それで。だから俺は隠してた。だけどもう隠さなくていいんだ。俺は好きなものに正直でいたい。アニメも漫画もトレカも全部だ。だってそれが俺なんだから。俺にもう一度楽しみを与えてくれたんだから。そっか。それにさ、俺に大切なこと教えてくれたやつもいたしよ。誰に教わったんだ？あけみさんとか？わからねえならいいさ。え？じゃあ行こうぜ橘。俺たちは俺たちのなすべきことをしにさ。あ、おい、ヤマト！覚醒の時は近いか。どこへ消えたのだ？ああ、この間はありがとな。だけど大丈夫だったか？あれがなければ我は。聞こえてねえな。元気そうだし、まあいっか。一体どこへ消えたのだ我の青天よ。なんか困ってるみたいだな。おい、お前なんだ。世界を綴りし少年よ、困ってんのか？これも何かの因果だろう。消失の時に開口を遂げるとはな。だからどうしたんだよ。なくした。だから何をだよ。禁忌を司る聖典、それは我が手からいとも簡単にこぼれ落ちた。なんか落としたんだな。落としたか。であれば災いをもたらすだろうな。どこで落としたんだ？記憶の混乱が生じている。つまり覚えてないんだな。我が記憶からも消失するとは、やはり許されぬ存在だからこそ。いいよ、探してきてやるよ。お前にはこの前の借りがあるからな。じゃあその聖典とやらを探すか。で、どんな見た目なんだ？自由の二文字が刻まれた代物だ。聖典なのに自由？ま、それだけわかればいいだろう。それじゃ、早速探しに行こうぜ。どうか聖典の導きを。どれか欲しいっち？じゃあ適当に探してみるか。見つかったか？いや、こっちは何も。俺もだ。ここじゃないのか。だけど聖典って一体何なんだ？俺が知るかよ。だけど。だけど？なんでかわかんねえけどさ、絶対に見つけなきゃいけない気がするんだ。ヤマト？まあ気のせいか。気のせいだっていいじゃん。それじゃ別の場所を探してみようぜ。これかショップっち、いっぱい買い込むっち。そんじゃ
次はこの辺りを探してみるか。見つかるといいな、聖典。ああ。で、そっちはどうだった？さっぱりだ。俺の方もだ。あいつどこでなくしたんだ？行きそうな場所か。となるとあとは妄想球の中か。だったらきっと中二の妄想球だな。ヤマト、行ってみよう。おい、ヤマト、あれってもしかして…は？確かに刻まれてるな、自由の二文字が。だけど本当にこれが聖典？一体何が書いてあるんだ？おい、勝手に見るなって。だけど中身を確認しないと。忘れたのか？あいつ言ってたろ。落としたであれば災いをもたらすだろうな。ヤマト、真に受けてたのか？秋葉原はこんな状況だ。本当に災いが起きたっておかしくねえよ。まあそれもそうだな。それじゃあいつへ届けに行くか。破るっち、トレカショップっち、いっぱい買い込むっち。はい、これ聖典で間違いないか？これは、ああ、まさしく聖典だ。何時らに感謝を伝えよう。次はなくすんじゃねえぞ。まあ、その聖典って何なんだ？これには愛が詰まっている。それは幼き人の開口であろう。どういうことだ？空白に刻まれしは愛の歌。それこそが聖典の真なる姿だ。お前まさか。ヤマト、なあお前、その聖典全部で何ページあるんだ？聖典に記されるは100の記録。そしてすでに刻まれし歌は99節。最後の1ページを見せてくれないか？いいだろう。何時にはその資格がある。これはって白紙じゃん。聖典の結末はまだ。そしてそれこそが我の存在証明なり。見せてくれてありがとな。その聖典、次はなくすなよ。一体何なんだろうな、あの聖典って。まあ、おい、ヤマト、あいつ何か知ってるのか？あの自由帳のこと。もしかしたら。あいつ、どうしたんだ？何を探してたんだ？別に大したもんじゃねえよ。そういう時のヤマトは、必ず何か探し物がある。違うか？ふん。ちょっとトレカを探してたんだよ。トレカを？なあ、立花。今まで集めたトレカ、見せてくれないか？別にいいけど、ほら。やっぱり。そういうことか。ヤマト。おい、立花、ちょっとだけ付き合ってくれないか？別にいいけど。トレカ探しか？違う、あいつだ。イザナギ京也だよ。え？聖典について
ちょっと知りたいことができた。そっか、わかったよ。それじゃ、ちょっと会いに行ってみるか。トレカショップっち、いっぱい買い込むっち。休憩ポイントっち、おいらは疲れたっち。あれ、いつもならここにいるはずだけど、あいつどこへ消えた。それじゃあ他を探してみようぜ。ここで助けてくれたんだよな。危ない連中に追われてた時に。だけどあいつナイフを相手にするなんてきっと強いぞ。ああ、きっと誰よりも最強だ。ヤマト？だけどなんでだ。あいつが俺たちを助ける理由なんて。あるから助けた。きっとそういうことなんだろう。じゃあどんな理由だよ。終わらせるためだ。どういう意味だ。そんなの俺が知りたいね。じゃあさっさと次を探しに行くぞ。次はこの辺を探すか。新しいトレカ入荷中です。今話題のバニファンの完結作ですよ。なんだ、完結作だと。おい、ヤマト。おい、お前。うん、いらっしゃいませ。トレカをお求めですか。今完結作って言ったな。はい、完結作ですよ。バニシングファンタジーもこれで最後なんです。名前はなんだ。完結作のですか。悠久の約束シリーズですよ。悠久の約束。ぜひこの機会にお買い求めください。おい、どうしたんだ橘。行くぞ。行くってあいつを探しにか。ああ、そうだ。そして約束を果たしにな。約束を。意味わかんねえよ。まさかこんな完結だったとはな。何の話だ。続きは本人に聞こうぜ。きっとやつは中二の妄想級にいる。トレカショップっち、いっぱい買い込むっち。セーブするっち、上書きに気をつけろっち。妄想キュッチ一丁。よう、会いたかったぜ。時が満ちたのか。本当にいた。おい、今日や。俺はお前を知らなかった。誰よりも知ってたんだな。世界を綴りし少年が聖典に刻みし最後の歌だ。ずっと昔のことすぎて綺麗さっぱり忘れちまってたみたいだ。ヤマト、何の話だ。聖典の話だ。そして空白の1ページの答えがそこにある。どういうことだ。聖典は全部で100ページ。そしてバニファンのトレカ全100種類。それじゃあまさか。この町に溢れていたトレカが聖典の新色だったなんてな。ああ、全く懐かしいよ。あの自由帳に書き殴ってた頃がさ、1ページに1キャラクター。
俺はそんな物語を綴っていたんだよ。ヤマトのもう一つの妄想って、どれか自体が俺の妄想だ。そして目の前のこいつもな。時は満ちた。さあ最後の審判を始めよう。妄想集？あの頃の俺はさ、ずっと考えてたんだ。いや、ずっと妄想していたんだ。最後の1ページをどう埋めようかって。どんな結末なら最高の物語になるかって。ま、とっくに忘れてたけどさ。だけど、ようやく思い出したよ。妄想に妄想を重ね、そして綴れなかった最後のページ。まさか、こんな形で出会うなんてな。だからあの時。誰よりも最強だ。まさか俺が妄想した最強で最高にかっこいいキャラクター、それがお前なんだろう、イザナギ教や。世界を救いし魔眼の打ち手さんよ。ようやく出会えたな。何が出会えただよ。ふざけんな。さっさと言えよ。どうして今なんだよ。いくらでも言えるタイミングはあったろ。無口、冷静沈着、無駄口は叩かない。我が人格を綴りしは汝の右手だ。そんな設定守ってんなよ、ヤマト。なあ京也、教えてくれよ物語の結末を。俺は一体どんな結末を妄想していたんだ。世界を綴りし少年が自らの妄想を打ち壊し、そして世界を救う、そんな結末だ。なんでこんな時に設定を無視するんだよ。我という妄想を壊さずして終わらない今日は終われないだろう。だけどためらうな。この物語の結末を見届けるのも汝の役目だ。わかったよ。ヤマト、いいのか。俺さ、昔聞いたことがあるんだ。作者にとってどんな時が嬉しい時かって。嬉しい時？それはさ、キャラクターが勝手に動き出した時なんだとよ。自分の思ってもいなかった言葉、行動、そんな言動を取り始めるキャラクター、それが今俺の目の前にいるんだ。喜ばないわけにはいかねえだろ。さすが原作者。なんとでも言えよ。おい京也、最後までしっかりと見届けろよ。わっとりぼっち、こんなの楽勝っち。復活水木。さすが作品師、弱点を攻め続けるっち。絶好のチャンスに。水木、オラオラ攻めるし、ハハハハ。
のかな。やったのか。これで聖典は完結する。今日や我はじきに聖典へと帰るだろう。それこそが本当の終わりの時だ。終わらない今日が終わればもう二度と会えないんだな。だったらもう一度俺が結末を綴ってやるだけだ。何時のおかげで我の物語は結末を迎えた。今度は何時の物語を終わらせる番だ。ああ分かってるよ。最後にこれを渡しておこう。これは聖典に綴られし最後の一節だ。ありがたく受け取っとくよ。いい目だ。それこそ魔眼の打ち手にふさわしい。それじゃ俺は行くぜ。じゃあな、イザナギ京也。俺だけの最強で最高の英雄。